両チームの選手が姿を現しました。藤色のユニフォームがホームの藤枝前 FC。 両チームにとって、まあ、是が非でも欲しい先制点。ここがプレスをかける、奪った、倒れた、 PK、 そしてカードが出ます、イエローカードです。このボール後ろから奪った横山、決めました、横山今シーズン初ゴール。苦しい展開だった藤枝、 PK から先制ゴールを挙げました。前半シュート1本だった藤枝が後半の立ち上がり PK を獲得。ここは横浜流して押したりに入る、押したりシュートはループ入った、追加点、押したり今シーズン初ゴール、チームにとっての貴重な追加点となりました。を見てループシュート、押谷にとって今シーズンの初ゴール。わずか2分で2ゴールを挙げました、ホームの藤枝です。久保田から藤岡、まだあります、もう一度シュート打った、決まった、1点返しました、岐阜まず1点返しました。藤岡のシュートでした、振り向いてゴールに突き刺しました、右隅、途中投入された藤岡が1点をまず返しました、1点を返しました岐阜。右サイドからドリブルで入ってくる、マイナス、シュートは決まった、追いついた、岐阜追いつきました、藤岡の今日2点目。今度はグラウンダーのシュート、いやコントロールして相手ディフェンダーもまだあります、土井、土井がキープ、土井から鈴木純、折り返す、ヘディングは打てませんが後ろにいる、シュート決まった、久保が最後は決めました、藤枝が再び勝ち越します。80分、追いつかれた藤枝が再びリードを奪いました、久保が冷静に決めました。ここはやはりゴール前に人数を割いていた、アシストは小笠原です、センターバックの小笠原がここまで上がっていました。80分、藤枝が再びリードを奪いました、しかしまだ10分あります、岐阜中に入れる、合わせた、藤岡ハットトリック、同点に追いつきました。よく合わせました藤岡、クリアします。今日はやはり風の影響がありますのでなかなか読みづらい風です。アディショナルタイム4分です、久保が入れる、合わせた、ドイン、4点目を挙げました藤枝、アディショナルタイムに勝ち越しました。藤枝サポーターの待つゴールに向かってチームとしての4ゴール目を挙げました。ここで試合終了、
壮絶な打ち合いとなりました。